まずは平山知佳選手のメモリアルゴール、そして激しい日茶から制制した樋口ゆかり選手が G1 初優勝と、最初の準優勝戦から見どころ満載でした。プレミアム G1 第37回レディースチャンピオン、続いては第11レース2つ目の準優勝戦です。このレースも定番通りの並びとなっていきそうです。インコース1号艇渡辺由美が入ります。トーチは3年半ぶりの出走でしたが、予選は第2位で突破、レディースチャンピオンでは初の準優勝戦1号艇ゲットです。2コースは2号艇遠藤恵美が向かっています。最後に順位下げてこの準優勝戦絶好はこそ手に入らなかったんですが、優勝戦進出は外せないところです。3コースは3号艇清野翔子、シリーズリーダーまではあと一歩と今節は大いに見せ場作ってきました。4コースは4号艇弘中久恵、昨日の最終レースは大敗禁物の中、大外枠から逆転3着、4年ぶりの予選突破叶えています。5コースは5号艇日高逸子、道中の接戦何度も制した日高、12回目のレディースチャンピオン優勝目指します。6コース6号艇木井司、得点率29位から5棒抜きで6年ぶりの準優進出です。定番順3対3、人気は1号艇渡辺から2号艇遠藤に票が集まっています。第11レース準優勝戦、1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1、2コース1号艇渡辺、2号艇遠藤、6号艇キーが5スタート、逃げる1号艇渡辺、2号艇遠藤、サス3号艇清野、まくった内側から4号艇弘中、5号艇日高、差し切りました。2号艇遠藤恵美が先頭、1号艇渡辺2番手、3番手から4号艇弘中、この内側から5号艇日高が接近か、相当から内に進路を変える3号艇清野、スタートは正常です。2マーク2号艇遠藤クリア、2番手1号艇渡辺、3番手握っていったのは4号艇弘中、内をつく5号艇日高若干キャビった、そして先頭2番手の定冠一定身反差、まだ2番手から1号艇渡辺由美が食らいつくが、2号艇遠藤恵美が先頭、1マーク振り切って2号艇遠藤先頭でクリア、引いてから切り込んでくるんですが、1号艇渡辺遅れたか、3番手から4号艇弘中、内をつく5号艇日高がまた接近するが、若干後席に乗っています。3番手は4号艇弘中、現在3停止リード、上位は2番1番4番です。第2ターンマークは2号艇遠藤恵美が先頭、2番手1号艇渡辺由美、そして4号艇弘中さえの順、懐を切り込んでくる5号艇日高、追い上げを見せますが、まだ3番手4号艇弘中2停止リード、内側から5号艇日高、最終周回です。差し切りました。2号艇遠藤先頭、2番手1号艇渡辺が旋回、3番手4号艇弘中先まった、懐をついてくる5号艇日高4番手か、後方から3号艇清野、6号艇木の順です。3連単2対1 12.5 倍になっています。これから最終ターンマーク、これが5回目のレディースチャンピオン優勝、2号艇遠藤恵美が先頭、そして2回目の優勝は1号艇渡辺、3番手から4号艇弘中続く、2番1番4番11レース準優勝戦合流、先頭2番遠藤恵美が5輪、1番渡辺5輪、4番弘中5輪、5番日高、3番清野、6番木井が5輪です。